姉畠幸信慶応4年5月1日は、仙台藩瀬上隊軍艦、新政府軍と奥羽越列藩同盟との開戦のきっかけを作った人物。みちのく国黒川郡、大松沢の仙台藩士、大川知来有の弟に生まれ、元服後に栗原郡神成町の仙台藩士、姉派中三郎峰へ婿入りし、姉派姓を名乗る。もともと、長州藩とは仲が悪かった仙台藩だったが、鳥羽、伏見の戦いの後仙台で新政府軍の指揮を取ることとなった大内武総督深参謀の長州藩士、世良修造の密書を見て、大海名的の文言に怒り世良暗殺を決めたと言われるが、書簡の原本が存在せず、写本は改ざんの痕跡があり、事実かどうか疑わしい。姉派は、仙台藩士、福島藩士を率いて、世良を金沢屋にて襲撃、捕らえて、暴行を加え阿武隈川の河原にて斬首。さらに暴行の痕跡を証拠隠滅するため、遺体を阿武隈川に遺棄した。この事件が発端となり、当時、会津藩の謝罪嘆願を受理しようとしていた朝廷側と全面対決することになった。新政府軍軍艦を切り朝敵となった仙台藩に、東北諸藩が加担し会津戦争が勃発し、同戦争の白河口の戦いにて流れ弾にあたり、死亡。享年25。遺体は、栗原氏神成姉派の瑞光寺にて葬られたという。ありがとうございます。